おはようございます、こんにちは、こんばんは。関口あゆみです。私が1ヶ月で太ももをマイナス5センチする美脚を目指すダイエット動画ブログ、本日は2012年4月の22日、初めて8日目になります。やっていきます。よいしょ。昨日でちょうど1週間だったんですが、1週間目の計測結果は 52.5cm でした。まだまだ太いです。目標の 49cm まで頑張ります。ちなみに昨日は渋谷のシアター D に劇団ニコルソンズさんのお芝居、極楽プリズンを見に行ってきました。めちゃめちゃ面白かったです。あのストーリーもこう面白くて切なくて、で出てらっしゃる役者さんももう皆さんもうすごく良くて、ちょっとこう私の拙い言葉では伝えられないし、舞台は生ものだと思うので、ぜひぜひ一度見に行ってみてください。本当に楽しかったです。何度も泣いたし笑いました。私6月にね、ニコルソンズさんのお芝居に出演させていただくので、昨日の極楽プリズンを見て、まあ、改めてあのこの方たちとご一緒させていただけるっていうのはすごく嬉しいなと、光栄だなと思いましたし、たくさん刺激をいただいたので頑張ろうと思います。ドキドキワクワクします。楽しみです。あとこれはもう全然関係ない私事なんですけど、もうここ数日やってたら頭が痛くて、もう肩こりもひどくて、もうなんなん痛っ、自分蹴っちゃった、ごめんなさい。で話戻るんですけど、その肩こりとかがひどくてね、もう何だろうこれと思ってたの。そしたら原因が分かったんですよ。枕、あのね、2、3日前に枕変えたんです。でその枕がまあ低反発のいい感じのやつなんですけど、ちょっと多分高さが私に合わなくって、よくほらなんかこう枕ってなんかなんていうの、このどの辺かがこう S 字になるといいとか言うじゃないですか。でも分かんないですよね。自分で寝てみて S 字になってるなってないって分かります？なんだこれと思って、そのネットでさ調べたいい枕を探す方法とか無責任だなと思って、まあしょうがないですね。まあ結果ちょっと合わなくて、でも頭痛の原因が分かったので良かったです。枕を変えて今日からまた快眠です。あとね、そうそう、快眠方法をね、その前調べてた時に、パンツを履かずに寝るといいって噂を聞いて、本当かなと思いながらあのアンケートを取ったんです。友達10人にメールをして、ちょっと今日パンツを履かずに寝てみて、感想を私にレポートしてくれないかっていうメールを打ったんですね。でみんな、って言いながらもやってくれて、私のためにノーパンで寝てくれてあの翌朝感想をくれたんですけど、結果あゆみの友達10人に聞きました。では8人が気持ちよく眠れたと答えています。なのでなんか最近よく眠れてないなという方はノーパンで寝てみることをおすすめします。ほらよくね、グラビアアイドルの方も下着の線がつかないし、なんか体のラインにいいとかで下着をつけずに寝る方多いですよね。いいと思います。ちなみに私は落ち着かないのでパンツを履いて寝てます。ごめんね。そんなわけで
現在のダイエットの進行状況はこんな感じです。頑張ります。今日も見てくれてありがとうございます。シェイシェイ週刊 Thank you for watching。 また。